ポーランドのマールボロソフト。現在は日本と同様のデザイン変更が行われている。アメリカのマールボロボックス。アメリカ国内では現在も従来通りのデザインで販売されている。イギリスのマールボロボックス。現在のイギリスではプレーンパッケージが導入されている。ポーランドのマールボロボックス。現在は上部65%の警告写真が導入されている。 オランダのマールボロフレーバーミックス。現在は上部65%の警告写真が導入されている。アイルランドのマールボロライト。ライツの表記がない。ハンガリーのマールボロゴールドオリジナル。現在は日本と同様のデザイン変更が行われている。オランダのマールボロゴールド。現在は日本と同様のデザイン変更が行われている。ドイツのマールボロメンソール。 2011年にマールボロブルーフレッシュにリニューアルされた後、日本と同様のデザインに変更されている。ベネズエラのマールボロライトメンソール。ライツの表記がない。ポーランドのマールボロホワイトミント。現在はホワイトグリーンに改名され、上部65%の警告写真が導入されている。日本のマールボロブラックメンソール。現在はパッケージがリニューアルされている。 日本のマールボロアイスブラスト8ミリグラム。現在は下のパッケージデザインに変更された後、アイスブラストメガにリニューアルされている。ポーランドのマールボロアイスブラスト。現在は上部65%の警告写真が導入されている。マールボロはフィリップ・モリスが製造するタバコのブランド。現在世界でベストセラーのタバコの一つ。 マールボロマンのビルボード広告で有名。免税店など店舗によっては、マルボロの名称で販売されていることもある。ロンドンのフィリップ・モリス社は、マールボロ、ケンブリッジ、ダービーといったタバコをアメリカ国内で販売するために1902年にニューヨークに子会社を設立した。1924年に同社はマールボロを女性向けタバコとして展開した。マイルドアズ。 メイのキャッチフレーズと共に売り出したものの苦戦を強いられた。広告で使われた当時のポスターなどから女性向きにキャンペーンをしていたことが確認できる。パッケージ上部のデザインは女性の魅力的な部分である唇をイメージしたもの。当時のマールボロは吸い口が赤く着色されており、これは口紅がついても目立たないようにとの配慮であったわ、ツルツルに加工することで 口紅の付着を防いでいるが、当時には、このような加工技術がなかったことにもよる。第二次世界大戦中まで売り上げは伸びず、一時期市場から姿を消した。戦争の終わりまでにキャメル、ラッキーストライク、チェスターフィールドといった3名柄が、タバコ市場における確固たる地位を確保していた。1950年代にリーダーズダイジェスト氏が、 喫煙と肺がんの因果関係に関する一連の記事を公表し、フィリップ・モリスをはじめとする多くのタバコ会社はパッケージへの注意書きとフィルター付きタバコの販売を始めた。フィルター付きの新しいマールボロは1954年に発売され、1955年に三角形の傘のデザインと世界初のフリップトップボックスを導入した。1960年代の初めに、 男性向けのタバコとして、マーケティング戦略の大転換を行い、マールボロカントリーのキャッチフレーズとともに、マールボロメンとして知られている、男性像を象徴したカウボーイを作り出すと、時を同じくして、広告戦略をレオバーネットに委ねる。これが、現在に続く、マールボロブランドの原点である。本来の仕事上、1日中、馬にまたがって、 動物を相手にするカウボーイにとっては、火を使わない紙タバコの方が人気なのだが、この宣伝効果によりカウボーイのタバコの代名詞になった。マールボロの市場占有率は急上昇し、広告キャンペーン開始から8ヶ月で5000%増加した。マールボロは、大成功したカウボーイの広告表現を、1960年代以来、現在まで継続している。 アメリカ合衆国の人種差別や迫害の歴史がタイトルの中に隠されているという説があり、パッケージを逆さまにしてロゴの上半分を隠すとそれを印象付ける絵が浮かび上がるとされているが、このような話はタバコのパッケージには付きもので一種の都市伝説である。1987年に発生した大韓航空気爆破事件の実行犯である根性。 一と、金剣機は、任務の最中に正体が暴露された場合、服毒自殺することで秘密を守るよう指示を受けていた。実際、バーレーンで、二人はマールボロに仕掛けられたアンプルを、紙自殺を図る。今週一は、自殺に成功するが、金剣機は一命を取り留める結果となる。パッケージの基本デザインは60年にわたって、変更されていなかったが、マイナーチェンジは、 数回行われ、ヨーロッパを中心とした多くの国では2006年頃より、丸ボロを立体的にし、全体のバランスを修正するマイナーチェンジを行った。2008年よりライトをゴールドオリジナルとしてリニューアルを行い、2009年より他の銘柄でもフィルターシガレッツなどの書体を変更し、パッケージにエンボス加工を行うなどのリニューアルを行った。 2014年より60年ぶりのフルリニューアルを行い、マールボロシェブロンやルーフトップなどと呼ばれるマークを大きくデザインし、マルボロのロゴや PM 車掌は薄いグレーで印刷してエンボス加工した新パッケージにリニューアルしている。マールボロというブランド名の由来については諸説ある。日本での製造、販売は日本専売公社時代の1973年から、 日本タバコ産業発足2年後の1987年からブランド展開がスタートした。2005年4月末をもってライセンス契約を終了し、以後はフィリップ・モリスからの輸入販売がされている。また JT が生産していたものと風味を合わせてあるため、パッケージにホーセール・イン・ジャパンの記載がある。日本では縮めてマルボロと呼ばれる場合が多い。 地方の年配のタバコ店などでは、マルボーロと、佐賀県の菓子であるマルボーロと同一発音で呼称する場合がある。他にもパッケージの色から、金丸、赤丸、緑丸、丸面、黒丸、ブラ面、アイブラなどと、稀に呼ばれる。また、マールボーロライトメンソールは、マル面ライトと呼ばれることが多い。マールボーロライトメンソールは、日本タバコ協会の平成20年度。 紙巻タバコ販売実績で外国タバコ主位。また、ブランド全体では日本市場で第2位の販売量を誇るブランドであり、2008年には250億本を超える売り上げを記録し、フィリップ・モリス・インターナショナルにおいて最もマールボロの販売本数が多い国家である。現在、日本で販売されているマールボロは主にヨーロッパや東南アジア製となっている。 また、日本における、同社製加熱式タバコのアイコス向けヒートスティックは、マールボロブランドから導入された。マールボロライトメンソールと、マールボロウルトラライトメンソールは、2010年のパッケージリニューアルで、パッケージ側面、底面及びカートンの英語表記がそれぞれメンソール、ライツ、メンソールウルトラライツとなった。このため日本語表記と英語表記に違いが生じている。 マールボロカラーに塗られたマクラーレンの歴代 F1 マシン。フェラーリにおけるマールボロ広告。マシンだけでなくチームスタッフのウェアにもロゴが入る。マールボロは4輪のフォーミュラ1やフォーミュラ3000、世界ラリー選手権2輪のロードレース世界選手権といったモータースポーツに参戦するチームのスポンサーとして有名である。F1 には 上司フェールの個人スポンサーとして参入し、1970年代初頭より、BRM、マクラーレン、アルファロメオ、スクーデリア、フェラーリといったチームのメインスポンサーを務めてきた。マクラーレンとは、ロンデニス率いるプロジェクト4の三角を仲介するなど、長年にわたり密接な関係を築いていたが、1996年に撤退した。以降は、 フェラーリと密接な関係にあり、2006年にタバコ広告の規制を受けて、ブリティッシュアメリカンタバコと日本タバコ産業が F1 から撤退した後も、両者との紳士協定を破って支援活動を継続した。マールボロの実際のパッケージカラーは赤であるが、テレビ、写真などを通した際、重みを持った色調に変わってしまうため、かつては三角形の傘のデザインに、 傾向がかった朱色に近い赤が塗色されていた。また、1980年代以降、イギリスやドイツ、フランスなどでは、タバコ広告が禁止されており、各国で行われるレースやイベントの際は、マールボロシェブロンをし、マルボロのロゴをバーコード風に処理したり、ロゴそのものを消して白地にしてしまう、チーム名を代わりに記載する、等、イメージ広告的な方法をとっていた。 この広告処理は、その後、マールボロがスポンサーになったレーシングカーの模型化に際しても使用されている。2010年4月、フェラーリのバーコードフェデザインがマールボロのロゴを連想させるサブリミナル効果の疑いがあると報道されると、バーコードの代わりに赤べたに白枠のデザインへと変更した。2011年のシーズン途中には、チーム名からもマールボロが外されたが、 ブランド名を出さずとも広告効果が望めることからスポンサー契約は2015年まで延長されている。フェラーリのマシンの全広告スペースはフィリップ・モリスが取得しており、その一部分を他のスポンサーに貸し出すという特殊なスポンサーの仕方を行っている。2012年度には F1 スポンサー中最高の推定63億円を拠出したとされ、この額は HRT チームの年間総予算に匹敵する。2019年初頭まで、フェラーリ F1 のチーム代表を務めていたマウリツヨ、アリバベーネは、フィリップ・モリスの出身であり、両者のパートナーシップの密接さを物語っていると言える。フィリップ・モリスは、加熱式タバコの一種であるアイコスならタバコ広告の規制に定職しないと考えており、実際に特別仕様のアイコスを、 フェラーリ F1 の VIP エリアで配布したり、アイコスのイベントのゲストに F1 ドライバーを招くといったことを行っている。また、実現はしていないもののアイコスのロゴを F1 マシンに掲出することも検討しているとされている。2018年10月にはフィリップ・モリスが新たに発足させたミッション V のプロジェクトのロゴがフェラーリのマシンに掲げられたが、同社では ミッションウィノは、タバコとは全く関係ないプロジェクトのため、マシンに掲げることが可能になったと説明している。F1 の直下に位置するカテゴリーである、F3000 も1980年代から1990年代前半に、かけて、ダムズ、ノバエンジニアリングもメインスポンサーとして務めていた。それ以前に、ヨーロッパ F2 のチームスピリットレーシングもメインスポンサーだった。インディカーシリーズでは、 カート時代の1990年から2009年まで、ペンスキーレーシングのスポンサーを務めていた。ロードレース世界選手権では、ヤマハ系ワークスチームを支援していた時期が長く、過去に、ジャコモ・アゴスチーニ率いるチーム・アゴスチーニや、ケニー・ロバーツ率いるチーム・ロバーツのメインスポンサーを務め、1999年から2002年にかけては、 ヤマハモーターレーシングのメインスポンサーだった。2003年からは、ルカティのメインスポンサーとなり、2018年現在も、関係継続中である。こちらも、フェラーリと同様に2011年シーズンから、カウルのバーコードが排除され、2019年からは、ミッションウィノのロゴが掲げられている。この他にも過去には、チームだけでなく、ドライバー、ライダー個人を、 パーソナルスポンサーとして支援するマルボロワールドチャンピオンシップチームと呼ばれるプログラムを展開していた。支援ドライバーはレーシングスーツとヘルメットにマルボロのロゴをつけた。また F3 のメジャーイベントであるマスターズ F3 の大会スポンサーとなったり、フランスのミニテルにおいてマルボロレーシングサービスと呼ばれるモータースポーツ情報の提供サービスを行っていたこともある。 ありがとうございます。